こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はキャデラックの CTS をご紹介したいと思います。キャデラックの CTS なのになんで雪の中って思われてるかもしれませんが、実はですね、この CTS っていうのは昨年やってきたんですね。で、今年になってグレード体系がちょっと入れ替わりまして、プレミアムっていうグレードが上にできました。で、これ何かと言いますと四駆なんですよ。というわけで今日はここ雪の軽井沢にやってきたというわけなんですね。一番大きく変わったのはこちらのフロントマスク、グリルですね。そして最大のポイントはこのエンブレムの変更ではないでしょうか。前と違って随分シャープなイメージになってますけれども、これはですね、最近のキャデラックがスリムで長くてシャープなデザインになっているので、丸みを帯びたものよりはこのようなカクカクしたものの方が似合うのではないかということで、他のラインナップもこちらのエンブレムにどんどん変わっていく予定になっています。そして後ろのデザインはこんな感じです。このね、テールランプが昔のキャデラックを彷彿させる、こうね、金形状でなかなかいいですよね。そしてこちらに CTS、この4の文字、四駆であることを強調しています。で、ボディも異素材を組み合わせる、そういった技術の高いものを GM は持っていますので、全体的に、若干大きくなってるんですね。でも軽くなってるんです。インテリアどうですか？なかなかゴージャスというかプレミアムな感じにまとまってますよね。これは何が理由かと言いますと、素材に全て本物を使っているからなんです。例えばこういったところはもちろん本革ですし、このステアリングのパドルなんかもマグネシウムだったり、あとこのカーボンですね、これも本物です。こういった革、カーボン、金属といったものをうまくバランスよくデザインしているところ、このあたりでかなりグーッとね、目に入ってくる質感が高まっているんだと思います。今のところね、普通の道路を走ってるのといい意味で変わらないですよ。これ基本はですね、 FR の車なんですね。なのでこういったところはあまり得意ではないはずなんですが、この四駆実に賢くて、滑りそうだなっていうのを予測したら、要はあの滑り出してからじゃないんですね、滑り出すちょっと前にこれはもしかしたらっていうと、フロントにちょっとトルクを配分しておいて、滑らないようにする。またそれでも滑っちゃったなっていう時も、滑ってる時間とか滑る量を一番少なくすることで安定させる、そういった 4WD のシステムになっているんです。こういうところでちょっとね、ハンドル切って FR だとちょっと押し出すると行くんじゃないかなと思ったりもするんですけど、本当に全然怖くないんですよ。衝突被害軽減ブレーキをはじめ、レーンキーパーアシストなど様々な、ね、安全装備がついているこの車ですけれども、その危険のお知らせ方法、何を使っているかといいますと、実はシートをこうブルブルっと震わせる、こういったことをやっているんです。これはのキャデラック独自の機能なんですけれども、シートをブルブルすれば右をブルブル、左をブルブルとね、どちらから危険が近づいているよっていうのをお知らせすることもできますし、こう音と違ってですね、こう紛れてしまうことがないんですね。もちろんヘッドアップディスプレイで光ると文字でね、お知らせもしてくれますけれども、より確実に知らせる方法として独自の機能が編み出されているんですね。エンジン的には、全然これ変わってないんですね。2リッターのターボエンジンが搭載されているんですが、まあパワーは十分です。今も本当にアクセルペダルに足乗っけてるぐらいなんですけれども、でも本当にこのね、刻々と変わる、路面のところでも急にこうホイールスピンしてしまうなんてこともないですし、非常にうまく制御できてると思いますよ。いかがでしたでしょうか。今日はスノードライブレポートとなりましたけれども、全く一回もヒヤッとすることなく雪の上を楽しく走れちゃいましたね。流行りの SUV もいいですが、こういったスタイリッシュな車でウィンタースポーツに出かけるのもおしゃれですね。